おはようございます。今日どこやこれ。どこだ、ここどこだこれこれこれどこだこれ。余計どうしよう、現場だよ。すごいな、まあまあ最南端だぞ。愛知県で一番南だろこれ。そうですね、結構南。あ、半島があるな。愛知県のこうやってカニみたいになってるじゃん。はい、でこの片方の南千田っていうところなんだな。そうですね、これ愛知県やね、みんな。名古屋市じゃないけど、あんまやばいよこれ、あんまやばいよ。リリリリリリ、童心に帰るわこんなに。また今日もトツアポだな。お前ヘルメットかぶってねえで。そう、かぶってねえんだよ。ヘルメットかぶってねえがや。今。フレも？裏や今。いや、あ、狭いとこ。狭いとこ。まあそれしょうがないよな。戸建ての改修はやっぱヘルメットかぶるもんな。どう？お疲れ様です。結構みんな知っとるって。見られた？あ、見られてます。連絡来た。あ、もう。思い出取ったよ。見たよ、みたいな。言われました。嘘。出取ったよ。覚えて。また見てね。また見てねって。あのトイレ塗って飛んだ。綺麗な。あ、お前トイレローラーか。これすごいな。これ全部鉄骨塗るの？全部塗ります。これ全部塗ってくるんだ。これ全部塗るんだろ。前の塗装屋さんも俺みんな飛ばしようよ。あ。全部飛ばしようよ。これうちじゃないぞ。前の塗装屋さんが飛ばした。そうですね、ピンクの。すごいな、でもこれ全部飛ばしたと名前の塗装屋さん。そうですね、もう室外機やもう全部床もダメだなんで、先にもうお客さんに僕らのせいじゃな、うん、されたら、ね、ちょっと見てくださいって。全部しとくでいいよって言って。窓とかも全部ベタベタなんで。そう、全部ラインが全部出ないんで。うわ、全部もうすごいこと。裏が違う。ちょっと待って、ほうがバラバラ。いいな。ないのもそうや。履いたもん見てみやな。ピッピッて塗っただけだ。あ、これですか。ああ、そう。あれひどいぞあれ。全部は塗装屋じゃねえんで。こういうもう全部塗っちゃったもんね。塗るっていうのはもうついちゃったもんね。塗っと。塗らなかったんですね。ああ。ここでも全部。ここでも塗ってまと。塗っちゃったっちゅうのはもうだってこういうのも塗ってるよ。ペンキはもうついたもんね、これ。そこら辺ついてる。だからもう塗り込んじゃったんだな、もうこれ。本当は養生してこれペンキ使うようにしなかったら。コンセプトだな。これひでえぞ、これ。で、うち行ったらこうやってもうこれ全部今、養生しとるやん。はい。防犯カメラか、これ。あ、そう、水洗いの時ちょっと濡らさないように。濡らさないな。もうこれもうひどいんだよ。そう、室外機どこひどいとこちょっと教えてよ。これの職人の差が出るから、これ全部飛ばしとるやん。そうですね。塗装屋じゃねえ。治療タイプや。ひどいですね。で、まあ塗り方が汚いだけだったらまだいいって言ったらあかんけど、はい、そんな職人だもんね、もう何もやってない。下塗りも何も入れてないと思うよ。これ見てみ。これめくったらほら、下塗り入ってないもん、全部これな。これもう上塗り一撃でいってもな、これな。そうですね。下塗り入れてない。普通下塗りだったら色が違う、白色が入ってるもんな。はい、白色がまあ赤でも何でもいいんだけど、下塗りの色が入ってるじゃん。うん、これ上塗りって色つけとるだけだもんね。これほら見てみ、わかるこれ。あ、もうこれ塗料しかついてないから、普通あのオセロみたいになっとるわけよ、下塗りと。はい、もう全部一発だ。ちゃくちゃだこれ、パパちゃくちゃだこれ。いや、サシとかもこれ全部お前ひでえな。あっち反対側だこれ、トイのバンドのやつもなんか、なんだこれ。多分これがここにくっついとって。あー、そういうこと。これ多分くっついたまま塗っちゃってるんで、ね、ってもらってるもんね。ここがなんかお前らの動画で何か言ってる、あのエアコンカバーが何とこもあんだな。うちは塗るよな、お客さんに聞いて塗るんだよな。エアコンカバーは新品は塗らない、うん、塗らんけどな、ね、うち塗った方が綺麗だもん、塗るんだけど、なんかコメントでエアコンカバーも塗ってみっともねえとか言ったけど、ちょっとお客に聞いてやっとんだぞ。うちはいや、汚いもんで綺麗になる、綺麗になるで塗った方がいいよ、ね。初めのお客さんが塗らんでるところは、そうそうそう、それあれだな、はい、マンションとかアパート入ってるのは、はい、結局揉めるもんね。お客さんは私有物なんだわ、はい、エアコンカバーってわかる、エアコンカバーってわかる、エアコンカバーって、うん、クーラーのカバー、エアコンカバーってあのチンチンの先にかぶったやつ。ちょっとなんか入ってるよ、いろいろ汚いとこある。もう一番向こうが一番多分、こっちは塗ってあるんだよね、これ。うわっ、これこれ、これ、あ、塗っちゃう、サッシュアルミ、アルミ塗っちゃってる。うわ、これが多分めぐりどんなんだよ。くっついて、うん、で、多分これも全部塗っちゃって、うわ、これひどいね。何年前のこれ。これひどい、
トイレっていうか、トイレ、トイレ、水性で多分一緒に壁と一緒に全部、全部壁と一緒に全部水性でいっちゃったんだ。いっちゃったですね、この見て、全部色同じだろう。そうですね、ここはこれやばいぞ。パッシュの横も塗ってあるとこと塗ってないとこあるんですね。うわラインが全部もう本当は多分ここで養生しなきゃいけないんですけど、そうそう、本当はここで養生して、はい、ここはシーリングか。あ、そうです、ね、これ売ってないじゃん。立つにちょっと立てだけ、あ、立てだけでお客さんにくれって、はいはい、これ見てみ、これお前まずいぞ、これ見てみ、これもう履き目に全部出てもらって全部これも線も全部出てまっとる。あ、本当だ。だろう。でもここで養生して、うん、もうここまで全部一緒に統一して全部、あ、もうしょうがないもんで、ね、ここで逃げちゃって、ね、ここでバーンと色出して、ここもうこれも全部ついちゃってるもんな、はい、うわーついちゃってるもんね。こっちにももうついてるんですけども、うん、最悪もここでライン出して、うわーこれお前まずいぞ、まずいぞこれ、うわーこれ見てみ、うん、やばなもん、もうこれ裁判もんだぞ、お金取れんぞこんなことやってますな、うん、だからだって床もこれ全部ついてるもんな、もちろん、はい、床もこれ全部違う、まあ、今ベトコン全部引いてるけど、うちに行ったらこうやって全部引いていくわけじゃん、はい、これも見てみ、向こうまでずっとこれ全部引いてんだよこれ、仕事前にな、絶対書かないようにして、はい、当然のことだよこれ、その偉そうに言うことでも何でもない、これ普通で子供でもやろうこれ、うん、3ヶ月働いたら16日でもやるって、うん、なそれそうだろ、電気こぼれるの、うん、そうですね、こぼれたら取れんだもんね、うわひどいのこれ、あ、ほんでこれ養生も全部そっちで逃げてったんだ。そうですね。うわうわこれ、あ、全部だよ、もう一発でいってるもんね、これ見てわかるな、もう下塗り入ってないもん、めくりゃわかる全部見て、あ、これでも一応し、いや、じゃあ下地だなこれな下塗り、中入れてない、こんな塗装屋もおるんだな今時、だって10いってまだそんな、でも15年経ってないから2階の感じ見てるって言ってついてる配管もこれ全部何にも養生してないわけよ、もうこれ今養生しとるわけじゃん、組養生しとるじゃん、だから全部養生してるんだもんね、だから今度どうするの、塗り込んじゃうの、もう塗らんと多分見栄えがめちゃくちゃないですよね、手が大変じゃん、塗れるの、もう塗るしかないですよ、塗れるでまだ塗ろうと思えば塗れます、あ、本当、あの辺のボックスも全部もう塗っちゃってるもんね、ああ、ボックスもあれ全部塗っちゃってんだよな、あれやばいな、どうするんですか、大工かなんか塗ったんちゃう大工さんをバカにしろわけじゃないよ、塗装やったことないですが、塗ったんちゃう、まずいだろ、まずいは、こんな現場俺は見たことない、本当にこれはひどい、俺も営業やってる時、何やこれっていう現場見たことない、視聴者の皆さんもちょっと俺もバカにしたみたいな言い方してるんであれだけど、まあ職人にとっては分かるけど、これ当然のことだな、ここまでいいのかって、だってこれサッシなんか全部塗っちまっとんの、ようめくれてきてないのがすごいけどな、油性でも塗っとんのかな、違う、もうぐしゃ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 、うわこれ見知りやな、これこれですか、お前でも分かるだろう、そう、素人の僕でも、お前何回か現場見に行ったもんで分かるだろう、養生したら別に大したことないよ、完全にピピって早いんだもんね、でこれ室外機も全部塗ってまったもん、これこれはもう前に全部ついてる、走っとんだよ、走っとんだよ、だいたいこのエアコンがそうでもちゃんと長持ちしとること自体がすごいな、そうですね、この状態に10年ぐらいで2回とんだろうな、これ品種変えてるんだ、これとかもですか、んこういうの用事は全然してないけど、あ、もうそのまま行きまっけ、あ、不審さんちょっとあ、何なのかな、これなんか色が違うの、違いますね、うん、パソコンの色は違うじゃないけど、何だこれ、何の色でしょ、これじゃあ2液の液曲がってないじゃん、だってこれ綺麗なところが持っとる、まあ艶まあ残ってるけどそこ全然やもんな、これ後で塗りにしてるもんね、そうなんかタッチアップしてあるとことかもあるんですね、なんか色が違うよな、一緒に余ってる材料で塗ったんちゃうそれか本当にあの2液剤混ぜてなかったとか、2液だもんね、この塗料を現場でバーって混ぜるんだわ、うん、で混ぜたらもう攪拌して混ぜたらもう固まっちゃうわけよ、はい、4,5 時間とか6時間ぐらいで、はい、普通のやつって空気で乾かすだろ、はい、乾くってなんか結合するんだよな、乾くってな、
でその結合もその溶剤って入れて、入れたらすぐバーって固まり始める。そうすると表面から固まらんと中から固まってくるっていうか、だから二液性って使うんだけど、プロは使ってないんだよ。一液で、一液か、水性がなんかで塗って、あそこだけ余ってる、なんか4に水性で、頼んで塗っとくかもしれない。全然色が違うもんな、下なんか綺麗できんのかもしれない。地面はもうできないで、動きもめちゃくちゃやる、それやりだした、全然ひどいもんだよな。こういうやつがおるもんで、俺らみたいなやつが信用しつつ疑われる。でましてや俺みたいな社長だろ疑いでしかないかよ俺は。じゃあ職人がみんなめちゃくちゃしっかりしてるな。これももうここで逃げていくしかないんだよな、これな。もうこっちまでサッシも全部入れてもらってここまで塗っちゃっとったっていうのは、あなたが中まで入れちゃってるんだこれな、はい、もうこれ養生、こういう養生もしてないんだよこれ。多分だってほらこれまだもペンキついてるじゃん、だからってことはこれもう窓も何も張らんところハゲでビーってやってるだけだもんね。そうだ、日曜大学だろ。エッチシールだけ今やって、まあ今午前中建物エッチ全部やって、うん、やっぱりライトそうか。これこれ色が違うでしょ。あ、違いますね。埃じゃないよあれ。クリームで後でなんか塗ったんですよね。あそこの配管塗ったんかい。配管塗った時に多分。なんかもう汚いもんね、塗り直さしたんだろうな、ペンキついちゃうと、はい、あとで、ちょっと旦那さん聞いてみようか。まあ結構安かったもんですから、あ、まあ頼むわいう話で。うちとどっちが安いですか、前のが安いですか。いや、前のめちゃくちゃ安いんですよ。めちゃくちゃ安いですか。だけど、足もかけて、もちろんこういうピケでかけて、はいはい、でやってることはね、すごく今考えてみるとむちゃくちゃだね。まあ養生なんかああいう窓のああいうやってなかったですよ。何もやってないですよ、ね、いきなり窓にもついてますもんね、全部見て。ああやっぱり、ちょっと色が違うとこはじゃあ旦那さんが塗ったんですね。あら僕です、一部、うん、でも配管も全部塗っちゃってるもんで、いや配管は初めに塗られた、塗られちゃったですよね、うん、で塗り込むならまだ分かるんですけど、はい、ボックスからなんか全部塗っとるもんで、あ、そういうことね。であれついちゃったもんね、もう塗り込んじゃったんですよね、多分隠すためにでしょうね。それ塗装屋さんですか、一応は塗装屋さんだね、この地元の塗装屋さんなんだけど、飛び込んできて、いやいや、ちょっと知り合いから紹介があって、まずここをやってもらったんですけどね、はい、あれじゃないですか、あれは旦那さんが塗ったんですか。いやいや、最初から塗装屋さんですよ。あ、初めはもう何も塗ないんですよ。あ、ここ塗っちゃ、これいいですか、入らしまってどうぞ。あ、これ塗ってもらったの塗装屋さん。うわ、ほんとっすね。ええー、何なんですね。あ、じゃあ本当に塗装屋さんが塗ったんですね。そうですよ。で、一部私がやっておりますけどね。あ、そうですね。4年おきに入居するんですけど、はい、学生が、はい、その時に私がちゃんとはあ、自分で塗ってあげるんですか。へえー、ですよ。すごいな。でも旦那さんの方がうまい場合じゃないですか、その塗装。いやいや。これもここだ、ここもだもんな。これ遠くから見たらこれプラスチックのやつと思ったら本物の木使っとるんですよね。これでも塗ってまっとだよ、うん、結構おるんですよね、そういう塗装屋さんもパッパーって、ね、あれも全部塗ってまっとますね、本当に。ああ、これも、あ、こっちも塗ってもこれなんか針まで塗ってまっと、そういうことか。これな、あ、うん、これ木材ももともとペンキ塗ってなかったんですよね。うわ、えらいことですね。最初だって木の感じでもう塗ってなかったんですよね。塗ってなかったんです。わあ、もう塗ってびっくりみたいな、うん、任しとったらみたいな、ね、あれも全部上もそうじゃん、あれな、あの上、あそこ、あそこな、あれ壁もそうか、あれ壁も塗ってますね、あれ塗ってないですか。塗ってないですよ、あれ塗ってないですか、ね、あの上だけか、あのそうです、ひさしの上だけ塗っちゃってますね。じゃあちょっと戻ってあいつらみたいな、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。だいぶひどいな、うん、本当なんかあんまりひどいひどいって予想悪口言ったらさ、うん、なんかあんまりね、自分たちがいいって言っとるみたいであれだけど、うん、もちろんね、塗装だもんね、直しが効かんから俺らもね、ミスとか失敗ってあると思うけど、うん、いや実際な、あるんだよ。でこれはまああくまで塗装屋の予想の悪口じゃないけど、まあ本当に多分やってる塗装屋って、まあね、当たり前にやると思うんだけど、でも12年ぐらい前ちょっとな、これ言ってます。高いからどう、安いからどうだけじゃないと思うけど、やっぱ俺らってその塗料って知れてんじゃん、
一定やっぱ人間だろう、人数だろう、2日伸びや1日伸びや2人だったら5万違うもんな、交通費でなんだって言うとさ、2日違えや10万違うもんでさ、そうお客さんによく言うんだわ、なんか俺見積もりとかだと相手の方が材料がいいとかどうとか、材料は別に変わらんもんねって、でさ、人数削ってるだけでしょ、そんなんでって、でそのうちより安くなんかできんよって言って言うんだけど、まあ、足場もなんて自分のこと全然やるわけじゃん、しかな、まあ、最後ねえ、この間動画初登場、いい動画出たら何反響あった、声かけられた、連れてこうかな、まあ塗装屋仲間が、まあ、お前で見たよみたいな、そう、はい、言いたったまた見てねーまあ今日はたまたまね現場来たら、まあ、そんな現場がね、やっぱ塗装屋さんって言ってもピンからキリまでいろいろあると思うんで、で本当にまあ自分で若い子たちでも働いとって本当にいいところで修行しんと本当に覚えんねんな仕事なんかな、厳しいところで覚えんと、そこでやら求人道場っていうのが出てくると思うんですけど、皆さん求人道場経営センス業専門出した、公開した、え求人出しとるわあれ、マッチングで出てお前らとかでも誰でも出せるんだって、で無料だもんね、で結構愛知県も多いみたいよ、やっぱ愛知県で練り替え道場知ってる人多いじゃん、地元だから、で結構見に来てくれとるみたいで、でまあね一般の働いてる子でも今もう仕事が薄いとかどの子の、昨日も言ったかな、俺の知り合いの子がもう今全然仕事なくてって言ってちらっと喋っとったけど、やっぱ仕事忙しいところとやっぱり忙しくないところってまあいっぱいあるから、またね、まあ、今働いてるとか悪いだけではないと思うんだけど、あの求人道場でまた検索して結構愛知県は出てるんで、塗装屋さんも含めていろんな業種、建設業は全部ね、で解体屋さんとかでも何でもいいんだよ、土木でも全部出てるから、ぜひ見てマッチングっていうかな、マッチングしてください、よろしくお願いします、また見てねお前何でおかまじゃん、どっからそのか無理して頑張るんだってお前、恥ずかしい、恋人募集中だよ、来とったぞ恋人募集中に、いやいやいや恋人募集中来とったよ、視聴者 3% ぐらいしかいないから女性立てもらえるじゃないですかね、うん、もうすぐもらえるぞ、来ますよね、立てもらえる、立てきたら塗ってや塗装しないで金の種に変えてみたいな塗ってや、なるほど